アルフ・プリョイセン、アルフ・プリョイセンは、ノルウェーの児童作家、歌手、スプーンおばさんのシリーズで知られる。プリョイセンは、ノルウェーのヘイドマルク県、リングサーケルに、三人兄弟の末っ子として生まれた。家庭が貧しく、幼少時から農場で働いた。学校へは行かなかったものの、空想力や歌唱力に富み、農村の祭りなどで、自作の歌を披露し、喜ばれた。 1945年には最初の短編集を出版し、また1950年の伝統に留まったつぐみは、後に映画化、ミュージカル化された。プリョイセンは1946年からノルウェーの国営ラジオ放送の番組、子供の時間で子供たちに歌を歌い、語りかけ、人気を博していた。代表作となるスプーンおばさんシリーズも、 ラジオ番組を元に作られ、1956年にスウェーデン語版が、翌年ノルウェー語版が出版されたのが始まりである。これは世界18個と語に訳され、やはり映画化された。日本では1983年4月にアニメが NHK により放映されている。プリョイセンは作家として名をなしてからも歌謡を自作し続け、また、 各地の民謡を歌いに回った。1970年、がんにより56歳で死去。スプーンをおばさんは普通のおばさんに見えるが、時折体がティースプーンくらいに小さくなってしまう。小さくなった時には動物と会話ができるおばさんの幻想的な冒険を描く。ジングテルオは日常的なものが別な色合いを帯びて感じられる点に、 この空想物語の独創性があると評価している。また、神宮や山内清子は、民話との神話性を指摘している。小さくなることが動物との意思疎通につながることから、スプーンおばさんを、北欧伝説の妖精と同質視する分析も、なされている。ノルウェーでは、ボルグヒルルーの、スウェーデンでは、ビョーンベルイの挿絵がついている。スウェーデン語版が英語版になり、 日本語版にもビオンベルイの挿絵が使われている。NHK で放送されていたアニメの詳細は、スプーンおばさんを参照。ありがとうございます。